石垣島には渡り鳥観測所という場所があります。大陸と東南アジアを行き来する鳥の渡りを秋と春両方観察することができるんですよね。ここだとともに赤原鷹という鷹が見れるので有名で、石垣島に移住して楽しみにしてました。この卵の形した建物の上から観察できるんです。なかなか洒落てますよね。入り口も卵の形になってまして、この螺旋階段を上がっていくと、この2階になってる部分がありまして、ここはあの雨降った時雨をしのぎながら一応観察できるようになってるみたいですね。石垣島この時期いきなり雨降ったり結構するので、とても考えられた作りだなと思います。で、頂上はこういった感じで360度空を見渡すことができて、鳥の渡りを観測するのにすごく適してますよね。そう、これが赤原鷹です。関東だとちょっと見るのが難しい鳥なんですよね。さあ、これがこんな感じで、これが9月の29日の午前8時前だったかな、渡り始めて、こちらが赤原鷹ですね。オス、目が黒いんですよね、オスは。で、こちらがメス、黄色っぽい目が特徴的。こちら幼鳥ですね。胸の柄が結構まだらというか、そこで見分けできますね。この日最大の渡りが10時ぐらいだったかな。ちょっと数えてみたら100以上はこう待ってまして、でこう上昇気流を捕まえてぐる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 上に登っていくんですよね。なんかこれを見て下にいる鷹とかも、あ、じゃあ一緒に飛ぼうって感じでどんどん集まってくるみたいで、こう、なんだろう、ぐるぐる洗濯機みたいに回りながらどんどん上に、高いとこからさ気流に乗って渡っていくみたいですね。本当はその方が、気流に乗った方が羽ばたいたりする分減るんで、体力使わないで渡っていけるんじゃないかなとは思いますね。いや、しかしこの数すごいですよ。推定100以上、200ぐらいいたんじゃないかな。ここまで飛ぶの初めて見ました。感動です。どんどんこう上に登っていってますよね。これが見たかったんですよ。これ突然赤原鷹がチリチリに逃げ始めて、なんだなんだ、何が起こったんだと思ったら、ハヤブサが襲撃してたんですよ。赤原鷹襲うんですね、さすがハヤブサで。その後また集まってぐるぐる上昇気流に乗って渡ってきました。止まってる赤原鷹を見たいってことで、ちょっと車で探しに行きました。途中山椒杭、これ多分琉球じゃない山椒杭なんですけど、20羽ぐらいの群れでいましたね。初めて群れで見ました。で、赤原鷹止まってるとこ見れました。いや、いい鳥ですね。雨降ってたんで羽を広げて乾かしてるようでしたね。無事に渡ってください。ここからは9月に見れた石垣島の生き物をご紹介していこうかなと思います。こちら共助心カニ食ってました。結構慎重、なんかあの足貝に挟まれてるの見たいんだよね。あ、ありますよね。あ、足ひっくり返した、ひっくり返してる。おお、すごいすごい。
え、ちゃんと戻さないと怒られるよ。生き物やん。生き物の生き物。これで生き物に例えるかもしれない。林道を夜走ってたら、イノシシいたんですよね。ゆくイノシシ。ちょっと体調の悪そうな子でした。石垣ゼミ、この時期よく鳴いてるのはこの子ですね。あと星平田豆源五郎、石垣島でも見つけられました。いい源五郎ですね。八重山アオガエル、オス、ちょっと面白いポーズでいたんで可愛いっすね。包摂してたりして今繁殖期なようですね。卵結構見ます。アオガエルを狙うサキシマハブ、これ一瞬他のヘビに見えて触りそうになりました。ちょっと海も潜ってみようかなと思って行ってきました。綺麗ですね。アリスズメダイと、なんだこの黒いのは分かんないですけど、なかなかサンゴと小魚がいっぱいでいい海です。海蛇見れたんですよ。いやー結構でかかったです。かっこいいですね。ゴマモンガラ、これ結構凶暴らしくて僕に向かってきました。でかい、1メートルぐらいあったんで怖かったですね。レリスズメ、いやーいい魚です。ダツ、夜明かりをつけると刺さってくるっていうダツです。怖いですね。イメージなのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、綺麗な魚が群れでいました。胸アカクチビなのかな、多分ボラ、ボラですよね。よくミサゴが捕まえてる。クラカケモンガラかな、カラフル、ちょっとこれ色いいですよね。ヒブダイ、ブダイって顔してますよね。多分トラギスだと思うんですけど、トゲチョウチョウですね。こんな感じで魚も見ることできました。ではまた。